さあ次も注目、群雄割拠男子 100m 平泳ぎ。男子 100m 平泳ぎ決勝、選手の入場です。第8レーン佐藤翔馬、東京男子。東京オリンピック代表の佐藤、その後の不振から復調の兆しが見えてきたと大会前に話をしていました。第1レーン山中良樹、東亜。 50m 強い前半からいきます山中。第7レーン小泉優馬、日本体育大学。日体大3年の小泉が初めての日本選手権決勝、自己ベストを予選で出しました。いいですね。高校1年生から日本選手権決勝を経験しています、谷口、中京大学4年。スピードありますよ。第6レーン荒木沼優、キッコーマン。昨シーズン世界選手権200の2位、一気に出てきましたよね荒木沼。はい、いや泳ぎうまいですよ。第3レーン深澤大和、スタイル1。社会人1年目になりました深澤、自己ベストを予選で出しました。東京オリンピック代表、去年の世界選手権も経験している村、しっかりと調子合わせてきたイメージがありますね。そうですね。はい、第4レーン渡辺一平、トヨタ。リオの代表渡辺は去年の2月に左膝の怪我がありました。久々の選考会、いい緊張感で臨めていると言っています。予選で自己ベストを出してきましたね。はい、ついに天才が目覚めた時が来たかもしれないですね。僕は本当に、まあね、ここにいるもう決勝に残っているメンバー全てがもう素晴らしい選手で、それぞれのストロングポイントがあります。まずスタートでこの渡辺選手出ます。泳ぎも大きいですし、はい、200でもね、あのいい泳ぎ今大会してくれると思いますけれども、まず100の予選で自己記録を更新したというのはもうものすごくいいことだと思いますし、何よりもやっぱトレーニングを詰めてるっていうのがね、本人にとっては嬉しいし、そして何よりも楽しいことだと思いますので、それをね 100% 発揮してほしいなというふうに思いますね。東京オリンピック敗れて出場ならず、その挫折から復帰しようというところで膝の怪我がありました。そこから立て直してきた渡辺一平は、ただ一人予選で59秒52、この決勝で求められる記録59秒49に近いタイムを出していますね。はい、まだ余力があったと思います。追いかける選手としてはやはり5レーンの村。はい、村選手もね、あの前半いい感じを泳いで、後半あの伸びてくるという村選手の、あの強いいい時の泳ぎがね、しっかりとできてたと思いますので、ラストの10メートル上がってくると思いますよ。はい、それはもう花車選手も一緒ですね。昨年の200の銀メダリスト、世界選手権泳ぎ上手ですし、まあ、前半のスピードに惑わされすぎずにね、いい泳ぎで自分の泳ぎをしてほしいなと思いますね。背中合わせになっていますが、手前の白いスイミングキャップが日体大3年の小泉、向こう側の黒いスイミングキャップが社会人の花車、こちら村、はい、5レーン。渡辺は前半から行くでしょう、4レーンを泳ぎます。100m、 佐藤翔馬が8レーン一番手前からどういくかというところも気になります。はい、向こう側が1レーン、手前が8レーン。ひとかきひと蹴り、渡辺が出てきた。いや出ますね、渡辺一平選手。スタート切った。ここの最初の3かき4かきもいいですよ。あっという間に差をつけてきた。手前の8レーンの佐藤翔馬も積極的にこうピッチを上げているんですけども、佐藤選手もねいいですよ。渡辺は大きいですね、泳ぎが、はい、早いタイムできている。前半もねいい感じで折り返せそうですね、これは。はい、渡辺自己ベスト28秒0で入りました。花車選手いいですよ、ここの2かき最後いい感じで動いてる。山中も行っている。山中が先頭に行って27秒86、渡辺一平は予選の自己ベストよりも早い28秒04でいった。はい、やはりこのね引っかき時に山中選手得意なんで出ますけれども、ここがラスト25メートルで、はい、さあ上がってくるか上がってくるか。プールの中央を通過して残り25メートルの勝負になってきた。1レーンの山中が少し疲れてきたか。4レーンの渡辺が出ている。さあピッチ上げた時に空回りしないように。15m だ。ここから村選手来ますよ。村選手手前から3人目の花車も来ている。花車が来ている。花車が来ている。花車が来ている。最後の選手権59秒49、59秒62だ。優勝渡辺、世界選手権代表内定はなりませんでしたが、逃げ切りました渡辺一平、59秒62。2着に渡辺、2着に花車、3着に村。59秒台が3人、渡辺、花車、村というレースでした。